つもありがとうございます。ニニニットです。今日は、いくつかの収納の工夫について見ていただこうと思います。こちら、ファブリック、布地の収納ですねの、工夫です。私の場合は布地って言っても着物とか羽織なんですけれども、このこういうこういうふうなスラックスを収納する、オーガナイザーありますよね。これをですね使って、これ1,2,3,4 枚分の大きい布地がをかけることができます。こういう感じです。これ引き出し等に収納しようと思ったら、かなりスペースっていうか床を結局塞いでしまうので、こういう形でやってます。でこれはね、タイオーガナイザー、ネクタイをかけ収納、かけて、クローゼットなんかに収納するものですけど、これには小さな布地がかけてあります。そしてこの上のところ、これですね、これスリムでコロがついてましてね、下にコロがついてまして、とても小スペースでたくさんのものを収納できるワゴンなんですけれども、こちらですね、これセリアさんで見つけたという、後ろはこの半透明メッシュ、半透明ですけど、こちらがもう完全に、クリアなんですね、透明なんですね。でこれをこういうふうにして、毛糸ごとに、用途ごとに捨てがあるわけです。でこの違いを見てください。こちらがセリアの半透明の、反対側が完全に透明なやつ、それからこちらが、こちらは両方メッシュになってます。この違い歴然ですよね。歴然です。見えなくはないけど、ここまでクリアに見えません。であとはこういうものもありますよね。これはまあこれも比較的見えはするんですけれども、意外とねこういうタイプ、空気をしっかり抜いて小スペースでできるっていうんで、こういうふうにしてます。それからこのチェーンですね、こういう100均で売ってますよね、アンダラーショップ、こういうチェーンを使ってですね、こう高さ調節をすることで、かさばらずにたくさん、ハンギング吊るすことができます。でちょっとこの2つですね、追加で、購入してきたのがあるんで入れ替えてかけてみようと思います。はい、全てセリアさんのこの片側が透明な、収納袋に、入れました。でこうやって100均のチェーンを使うことで、上下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 っていう感じで、で全部こうやれば中身が見えますね。であとこれのいいところは、この中心のところ、真ん中にこういうここですね、真ん中にこうやってかけれるハンギング用の、パーツがついているということですね。でこれ左から 1,2,3,4,5,6 1,8,9,10 10袋、これはすべて何かしらを編める量と、あとはこれ捨て編みだな、
変えよう。こういう感じで小スペースに、これだけの毛糸がはっきり、見える形で、かけることができました。でこちら の、 ワゴンラックはですね、便利とはいえ高さがあるんでね、ちょっとニニニットスタジオの、でちょっと他の家族も共有してる部屋なのでちょっと鬱陶しいので、これは何度の、ケイトちゃんと DIY ルームの方に、移動したいと思います。でこの下にもね収納するところがあるので、動かせるし便利だと思います。あ、ちなみにこちらですね、こういう風な、カバーがついてるんですね。こう下からジッパーで開けることができるんですけれども、これをね何度だと結構ホコリっぽいし、室内ほど外が、外との遮断ができてないので、ホコリですとか光ですとかそういうものから毛糸やファブリック布地を守るためにこういうカバーもつけたいと思います。次は、マニュアルとパンチカードです。こちらです、トリセツ。これは揺れてごめんなさい。これはねリヒドだったかな、ハンギングホールダーってなってますけれども、この、ボックスとこういう風になってましてね、ボックスとこういう風な、よくね引き出しなんかにスポーンと入れて、仕事の書類をこうするものですけれども、これでですね、こういう風にソーイング一番前に来てます。取説を見ないとなと思って、ソーイングのところにアイロンの、取説も入ってます。それから、ブラザー、シルバー、重機、トヨタ、その他っていう感じなんですけど、で、特にね、単体でつけたいタグをつけたいのにはこうついてますが、これね、この一つ何があるのだから、このそれぞれに取扱説明書と、ブラザーはブラザー、シルバーはシルバーで別々にこのフォルダーのを別にして、横から、取ったり差し込んだりできるように、パンチカード長いのでこういう風にして、パンチカードも収納してます。こういう感じですね。はい、それでまあこのまあホルダーシステムというか、このボックス専用のこうハンギングボックス、ボックスというかフレームみたいなもんですね、プラスチックの。それとこういうフォルダー何枚組という感じですけど、もうこの状態でパンパンですが、これとてもねこう取ったり外したりもしやすいし、こういいんですけれども、一つ難があるのがこのこれにこういう風な溝にこう入れてちゃんとはまってるのあるかな、こういう風にこう折り込む端をこう中に入れ込む形で固定するようになってるんですけど、これが結構外れやすいんですね。だからでちょっと隠れ気味になっちゃうんで、もっと飛び出してほしいんで、自分でこのタグはきちんと手作りきちんとこうしっかりしたものをこう取り付けて
こう段々に見えるように改良しようと思ってますが、今こういうふうなものを使うようになりました。で、今の取説とパンチカードの収納してを収納しているのは、この編み機の左側にあるこちらミシンですね。ここの、あの棚に入れてます。だからあの出す時には一旦取り出さないといけないんですけど、結構こうこの部分結構持ちやすくてですね、あの不自由なく使ってます。そしてこちら側のもうすでに過去あれですけど、こう分類していろんなあのツール類が、ニッティングマシーン、トゥールスを入れてるボックスなんですけど、もう私あの何度も何度もあの次から次からね、編み機をあの、付け替えるので、あの設置し直すので、その度にあのツールを毎回交換っていうのもあの大変なので、こういう風なものを今使ってます。はい、こちらですこれね、あの回転するあの食卓であの調味料とかを、レイディースーザンって言われるみたいですけど、海外では調味料とかをね、あの食卓の上にで使うものですが、これにもうあの全部あのこうやってできるだけあの透明、スケルトン、中が見える方がいいんで、こういうふうなあの何か引き出物の使ってないガラスコップが結構12個分とかであったので、これなんて書いてある、創作切り子だって。まあこれでまあこうやって9ミリ編み物ちゃんなんかをやるときはこれを出しますし、こんな感じであの抜き糸だとかゴム編み機関係で、もうこれはねあの常に使うツール類ですね、こういうもので、これお手入れのあのオイルとブラシですね。こんな感じで全部あの出してまして、であの場所狭いもんですから、その場所その場所使わない場所にこうやって移動してなんかあの邪魔にならないところに移動しては使ってます。大体はねここですかね。結局あの編み機がですねここにあってここに座るもんですから、この位置ってすごく右手右利きなので、ここからこの動線がすごくあのツールとか取るのに便利なんですね。だからここにあの置いてはあの編むっていう風なタイムことが多いので、でアイロンかけたい時はこれを他の場所にっていう感じです。たまにはあのあっちもこっちもいっぱいで床の上に置くこともあります。そして、現在進行形で使ってる、ニッティングマシーン、トゥールズ、これね、あの DIY したんですけれども、セリアさん、2つのものでできてるんですね。木箱ですね。これとこれ、200円、ジャパニーズワンダラーショップこれで、ここをね、こういう木箱売ってますよね、セリアさんね。同じやつ、同じシリーズというか、これとこれをこのこれのこの反対側の面で、木工ボンドで貼っただけです。で、これはですね、この斜めに向けてこの重りを取りやすい、こういうのをね、あれは。何だったかな、なんかあの著作権、ご自分が作られた、動画、アップされた動画をそのままそっくり、
自分が作っているかのようにその手芸の動画をね使われたということで、そのことについてお話しなさってる、まあ、著作権で引っかかっで出てたので、見て、そしたらその方、編み機の動画も出されてるのを知ったんですけれども、でその方の、編み機テーブルの上にですね、このアクリルの何かこう斜めになったこうものに、こういうふうな形でこう、重りを入れておられたんですね。では、取るのが便利そうと思って、でコメントで質問したんですけれども、そしたら何かお店の、閉店するお店があって、そこの、ショーケースというかそういうものをいただいたらしくて、それじゃあ手に入りませんねっていう感じだったんですが、私はまあ、たまたまね、こっちは持ってたの、こっちを持ってたんですね、こっちを持ってたんだけど、たまたまセリアさんに毛糸のね、例の片側が透明の、ジッパーの、ホルダーというか、ジッパーケースっていうの、ファスナーケースを求めに行った時に、これを買い足してですね、で木工ボンドで貼っただけですね。でこれはもともとあった猫ちゃんをやっぱり木工ボンドで飾りにつけただけで、で中にこうやってカードボード、厚紙で仕切りをしてます。ほんでね、こっちから9ミリだったら、4.5ミリだったら4.5ミリのツールをっていう感じで、こっちに交換するという感じですね。で、この中に、まあ、いろんなというか、私の好きなマグネットの工夫もありましてですね、これが車のね、車のエアコンにの吹き出し口に取り付けて、カーナビ代わりに携帯スマホをね、固定するっていうか磁石で固定するためのものだったんですけど、これちっとも使わないし、なんか熱で、夏の熱でね、プラスチックが劣化してこの部分がなんか取り付ける部分が外れちゃったりなんかして、でこれをでもね、すごい強力、結構強い磁石マグネットでですね、うわすごい、これ最近針を、ベラをオープンするのに、ラッチオープナー、マグネティックラッチオープナーに使ってます。でこれも磁石ですね、これ磁石、後ろが磁石です。これゴマ編み機、リブ機、リバーツールとか、こういう便利なツール、ちっちゃいので落ちやすいんですけれども、こういうふうにして固定してます。でこちらもこれ、まあ、マグネットの、なんていうんですか、マグネットの、しおりっていうのかな、でブックマークですけれども、これをねこうやって挟み込むだけで、こういうちっちゃいツールね、ちっちゃいけどすぐ今即座に欲しい、目が落ちたっていうね、こういうものをこういうふうに工夫してやってます。お盆、私お盆好きでね、お盆結構、トレーコレクターですけど、トレーって本当にね、こういろんなものを置いてもひとまとめになってくれるし、こうひとまとめにこう移動することもできて、トレーはとっても便利だと思います。これは、この竹細工のね、なんとか、これ年輪棒の竹細工って竹細工のトレーです。これはね、こんな感じで、まあ、これは普通の、お盆ですけど、ここにはこうやって使ってる最中のものをね、台紙にこうやって置き場所に決めてて、
とにかくお盆にひとまとめにしておくとこう、移動もしやすいし、あの細かいものをポンと入れたりとかねして、あの転がってなくなるとかいうこともないので、とても便利だと思います。はい、そういうわけでこんな感じで やっぱりあの、ツール類や、まあ、主役の毛糸やヤーンやファブリック等々を、気持ちよく出し入れして使いたいということでの、工夫を楽しんでやってます。はい、ありがとうございました。猫ちゃんかわいいでしょ。